はい、再開見返しで。もうこのゲームね、あれだわ。列並ぶだけでね、もう8割方楽しめたと思う。新しい目標、トンネルに向かう。ここから入ろうか。弾の補給ってどうすんかね、これ。これ FPS モードにならんかな。俺ね、FPS プレイヤーなんよ。みんな知らんと思うけど、あれ？そっちかい。基本的に F ボタンの長押しで動作をします。トンネルに向かいます。足場が悪いところではダッシュができない。しかし配信画面バグってんだ。公開する動画ではまともだと思うけど。コントロール。タッピン2323。操作性はどうですか？操作性はね、結構良好。ただね、カスタマイズできる項目が多すぎて、ちょっと、ゲームし、何やっとお前。は？ゲームシステムを、理解するためにかなり時間がかかりそう。でね、アイテムがね、光らんのよ、これ。まあ、まだ押してないだけかもわからんけど。で、スキルは今 E ボタンで展開ができるんだけど、バーが登っていって、バーが最大まで回復したら、もう一回使えるようになる。今だいたい4割。登るぜ。ワルテアジ君、ネマスオツです。はい、お疲れ様です。敵を探知しました。敵を探知しましたって今言ったね。右側にいるね。俺はストレスゲーが嫌いなので、まっすぐ正面から一定の、次はもうしない。一回学習したらもうしないよ。タッピン2323。アイテムはベータの時は光ってましたよ。これがハンドガンナーじゃ。前出し特攻。取れた？ちょっともう、もうね、弾の展開はいいよ。弾じゃない。もういいよ。OKOK。 今フラググレネードだったよね。やっぱりこれ消えるんじゃない？タッピン2323。ナイスキルー。イェーイ。消えはせんのんかな。あんな感じキルしていけばいいよね、多分。OK。まだワンいるな。ワンいるな。うなぎ0214。さすがジプル。そう。ハンドガンには定評がない。ない男。うまく解決してくれたな、エージェント。オッケー。やっとだ。本当に感謝してる。恐ろしかったよ。俺はもう行く。タッピン2323。なぜ言い直したし、わら。Fボタンで開ける。すべて取得は Fボタン。開けるわけじゃないのね。これね、結構なんか TPS じゃなければ俺結構好きなんだけどね、これ。なんかダークゾーンだっけ？あれがなんか、ウィザードリーっぽくなかった？治療キットゲット。で、ボルクスの V。ボルクスの V のボタンを押すと、治療キットが使えますと。よ524。オツです。タッピン2323。マスク取ったの？マスクあった？俺また見落としてる？ハイジみたいに見落としてる？これもしかして。プロアクティブマスク。装備。レベル2。お、マガジンが？タッピン2323。垂直。いや、さっき撮ってました。なんかね、アームっていうのは何を表してるのかわからんね、これ。アーム。アームってどっかに、ある？ステータス。あ、これ武器なに、武器なに。M870 エキスプレス。ショットガンね、俺好みじゃないんよ。そろそろなんかアイテムが手に入りそうだね、これ。ここの辺りとか、この辺りとか。まあ、とりあえず、マップを開く。エージェント、よくやってくれた。はい。皆の命を救ってくれて感謝してる。なんか死亡してんで。少し戻ってきてもらえないか。渡したいものがある。
渡したいものがあるのは分かるんだけど、ここでいいんだ。サイドミッションって書いてあるけど、一応ここでいいみたい。はい、ここ。エージェント、よくやってくれた。みんなの命を救ってくれて感謝してる。よしよし。少し戻ってきてもらえないか。脱貧2323。さっき一回死んだ地点ですね。死んだ地点がさ、な書いてあるのってなんか恥ずかしくない？わざわざ書く必要性なくねって話よ。あとね、シールド装備しとってもダッシュしたらシールドが剥がれる。で、立ち止まった瞬間にシールドを再展開するみたい。で、体力の自動回復があるかどうかわかんない。脱貧2323。思い出したくないね。うん、嫌な事件だったね、だっけ。いや、俺よく知らんんだけど。あと操作性ね、ラグの影響がたまに滑る。滑るって言い方がわかるかどうかわからんけど、これ敵かね。敵だったらぶち殺す。違う。キーの入力操作を終えたにもかかわらず、以前に取った方向に動くことを滑ると言います。キー操作をやめても指定の方向に進むのが滑る。っていうのがちょっと今、ここまで何回かあった。言っても止まった時に1、2メートル進むぐらいだから、あんまり、なんだっけ、致命的なものではないけど。これまたね。脱貧2323。あ、わかります。さっき廃止でなりました。でもこの滑るっていう表現が統一されたものかわからんよ。しゃ、ラインシミュレーターの具合はどうかな。残念、俺はもう先に済んだからこいつ話すぜ。ランランルトム、応答速度とかと派別なんですか？脱貧2323、おなじみの場所、わら。中味噌いミルク、寝ます、オツです。はい、みんな寝たはいいよ。エージェント、我々が流通拠点にしている地元警察署から救難信号が入った。ボートに襲われている。奴らは人質とドラッグの交換を要求しているらしい。敵の排除とエリアの安全確保、そして人質を解放しろ。オッケー。難易度はノーマル。ちょっともう一回、ラインシミュレーターだけ見ていこうか。ラインシミュレーターの敵だけ。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。俺はもう超えたから先に。脱貧2323。ラグの軽いやつみたいなことですかね。あ、応答速度とは別。応答速度とは別だけど、入力速度とは関係があるかもわからん。応答速度と入力速度は違うものなので注意しましょう。応答速度はディスプレイの使用欄に書いてあるけど、入力速度はゲーミングモニターしか書いてない。何フレームがどうこう書いてあったら、入力速度。入力速度が著しく遅い機種になってくると、FPS とかシューティングゲームがほぼプレイできません。画面に反映されるまでにそのフレーム数だけ追加されるの で、応答速度の MS と入力速度のフレームは違うものです。何としても警察署周辺を取り戻せ。 OK。 あそこを奪われればブルックリン全体を失う。お、待って、脱貧2323。このミッションへの線が出てくれるのは分かりやすくないですか？思う。グレード持ってると色が変わるみたいだね。でも俺もグレード持ってるからコンボラジョン。あれ、どこ飛んでった？隠れダメだな。コンボラ兵が上におる。当てパスだったのにな。オッケー。え、もう目標完了？駐車場に到達する前にアイテムは？ブルックリン管理官、ディビジョン指揮官だ。
エージェントを84分所に向かわせたが、入り口が封鎖されている。脱貧2323コンボラ兵、わら、ランランルトム。このゲーム玉くら多い武器が強そう。これさっき上の方に登りたけど、これ登れんね。で、弾が多い方が強いっていうのは分かる気がする。ダメージが著しく大きくない限りは、あの弾数をした方が良さそう。味方かい。遠い敵は相手にせんはよくね。だから前出しします、近づきます、隠れて。おい、RPG バットになるな、これ。あ、バットだった。コンボラの威力を食らってみようかね。コンボラが飛んでいく。イエーイ。え、なんかめっちゃビームゲージおる。はい、 V ボタンで回復。前出しと思ったら敵おるじゃん。前、ちょ待って待って。はい、前出し。通知、敵増援が接近。これか。こいつバーサーカーじゃ。バット持って攻撃してくる。そっち見ようになったら俺が横から回り込む。横から回り込んで殺す。ここに隠れる。あーってパズル終わる。おいおい、オッケーオッケー。てか俺そもそもさ、アイテム取り忘れてね。あ、アイテムね、あったら多分棒が立っとった、さっき。オッケー、その間に前出し取って。無駄落ちよい。お、待って、弾拾わんにやばくね。脱貧2323、中距離武器まだ1種類しか持ってないですか。そう、今ショットガンとこの MP5 しかない。この青いラインなんだろうな、これ重要なアイテムか。重要なアイテムだ、多分。ランランルトム、ミニマップにもアイテム表示されますよ。え、今スカールキャップで手にいたけど。クイックリリールマガジン、初段安定性。いや、こっちは垂直グリップだろ。モッドスロットにアイテムを選択し F で装備できる。 F? こうか。まだこれモッドが装備できない。ランランルトム、それは服装ですよ。服装、服装はどこだ。これもしかしてさ、武器耐久力があるんじゃない。さっき6だったやつが今2になってるけど、気のせいかね。あ、なるほどね、こっちで。で、帽子にスカルキャップが出てきました。はい、装備。脱貧2323、銃を表示する画面でモッド装備じゃありません。銃を装備する画面てか、俺がなんでみんなに教えてもらったの。ランランルトム、外観モッド。うお、いいじゃんいいじゃん。これマガジンがクイックリリースマガジンだろ。ほい、あれ、お、そうそう、これこれ。アンダーバレルにダブルクリックして垂直グリップを設定する。はい、 OK。 こういうの良くない。で、ミニマップにアイテムがありますって言ったけど、これ何、このマーク。アイテムじゃんかよこれ、治療キット。で、あっちの中に薄い円は左側のね、オレンジの方は多分目標なんよ。ミニマップのこと教えてくれた人、あれめっちゃありがたい。ここにね、なんかマークがあるんよ。これ登る、はあ、すごい。
みんな学習できたかなこれ。で、ここのこれはこのびっくりマークは中か。中だな。これマップ中になればいいって話では。待って、これ何？弾薬補充。いいじゃん。そもそもね、そのパックがあるんだったら、俺走り回るんでよかったなんて話。お、敵ですよ。こっちに隠れとこ。うるせえ、コンボラじゃ。うるせえ、コンボラじゃ。ざまー。え？無敵か？やべ、隠れた方がいい、これは。コンボラ兵がおる。お。こいつチキン。チキンは死ね。はい。で、こっからの、はい、隠れの。隠れの。ん？待って。コンボラはない。こっからの。うお、お前。アイテムが一切表示されてないけど大丈夫かこれ。ミニマップに表示されてないってことはないんだろうな。お、待て、こっちは。ほい、開けよ。開かない。開かないわけないけど、あ、待て、入れた。で、ここにアイテムがある。探す。サクレスタンを手に入れたよ。よし、ここから入って、はい。アイテムがある。これミニマップにとったらアイテム全部取れるわ。フラッシュバングレネード。タッピン2323。よく見つけましたね。いや、ミニマップにね、全部表示されてる。このアイテムが。マップ中の俺にはね、容易なことよ。オッケー。敵を検知。敵を検知。あれ何？あのマーク。このマーク何？このマーク。開ける。缶詰食品。やっぱりね、ミニマップに全部出る。わざわざね、ドラクエみたいにパッタンパッタンするのも大丈夫。こいつら足音に反応せんぞ。タッピン2323。それは親切設計ですね。おとなしくして抜け出すまでの時間を稼ぐんだ。人質の扉開けて、オッケー。アイテムのマークがあるので行きます、行きます。はい、どこあるぞ。これか、これか、ん、これか、ん、こっちか、こっちか？あった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 。タッピン2323。このミッションはソロでしかできないの？そのマルチにどうやって入るかっていうのは、待て、まだある。治療キットが、これ取れんってことか、もしかしてこれ。じゃあ1個使おうか。1個使うと取れた。治療キットは、2個しか持てません。で、あとソロしかできないっていう部分に関しては、ちょっとまだ不慣れなので分かりませんっていうことにしておきましょう。あっちにアイテムがあるんだけどね。これ何？これ何？コントロールで登れる？登れる。はい。ん？これか？こっちか？いや違う、こっちか？あった。アイテムは、同じ階層だったら全部表示されるわけじゃなくて、近づかないと。タッピン2323。尋問室？そうそう、取調室っていうやつかな。お、 P416、 すべてそこに決まってんだろ。で、こっちに巻いてもらうぞ。
いやもうこんな装備で大丈夫だろ。銃が、待って待って待って、違う違う、こっち、 DPS ってダメージパーセコンドよね。 RPM は下がるけどダメージは上がる。いやこっちの方が合ってる、バラマコルにはこっちの方が合ってる。こっから登る。はい、上行きますよ。アイテムありそうだけどな。ほら言ったら来た、言ったら来た、ここにある、ここに。はい、タッピン2323、武器レベル3ですね。え、武器レベル 3? あ、3? あ、3だね。え、3っていうのは強いってこと？変えてみようか。で、モッドをアンダーバレル、垂直クリップ。もう MP5 は使わんから、あ、待って、オッケー、垂直グリップ、マガジンにクイックリリースマガジン、スキンとかマズルとかいらんでしょ。っていうかさ、ハッピー0821、ミリタリーの方が強いんじゃね。タッピン2323、あ、もっとも付け替えないとなんだ。みたい。これ分解、いらんの分解していいだろ。長押し、布ができた。ハイジかな、これね。同じのがあったら間違えるから、分解、分解、長押し。はい、でこっちレベル、ランランルトム、マガジン交換できてないですよ。え、マジ、ちょっと待って。で右クリック、分解、よし。2パッド1個しかない。アーマーはこのバックパックいらんから、右クリック、分解直し。タッピン2323、布バンテージ作るんですか。その可能性はね、捨てきれんね。あ、待て、何してる。よしよし、てかこれ、これ分解しようっていいんかな。これ分解できんかね。あ、できる、分解していいかね。分解するわ。武器パーツ、ショットガンはちょっと置いとこうね。もっと、あ、本当のマガジン装備できてね。みんなよう見とるね。はい、マガジン、オッケー。おいおい、何してる。待って、アビリティとかって増えてないかね。増えてない。タレント増えてない。パーク増えてない。はい、もうちょっとアイテム漁りたいね。ないかね。おい、今、ま、ぶつてなかったよ、この、このバッグ、今。え？え、何が取れた？医療キットが取れてもさ、意味がないんよ。医療キットどこだろう？ポーチかな？これ分解できん？できません。なんか、俺をヌーブと見越しとんかわからんけど、めっちゃ買い替えても出てくる。あ、今も滑った。今のところこうやってカスタマイズするのは楽しいかも。お、なんかある。あれ違う。チンパンかよ。これどこ表してる？上の階を制圧するって階段あった？これか？はい、違う。どっから登るんじゃ？また色キットだ。チンパン、チンパン。あ、なんかある。これ親切設計だね、ほんと。タッピン2323。薬2個は少ないね。所持数多くなるパークとかあるのかな？おそらく。で、もうちょっとミッションを進めたら、いけるみたい。パークが触れるみたい。なんかね、特定のミッションをクリアせんにゃ。また、医療キットだ。ここで医療キット使ったらさ、使えません。なんかね、トルネコみたいに、最大、体力の最大値がアップしたとかないんかね。アイテムないね。あ、何これ。あ、違う、多分これ色キットだ。丸い円は何しろ。また滑った。ハッピー0821、まだ敵弱いしね。そういやね、その弱い敵にさ殺されたやつおったわ、さっき。タッピン2323、
医療キットインフレ。そう、インフレ。は？どこ表してるこれ。あ、ふう、この指示すら、指示があっても、は？味方か。オッケー。俺神だから、神は。あ、え、強いよこれ。0821、誰だろ、すっとぼけ。行って行って、赤い方が敵、ここいるよね。これ強いよ、これ強いよ、マジ。右から出た。バーサーカーうざい。タッピン2323、俺神だからからのバット殴られ、ハッピー0821、音もいいね。これ強いぞ。ボートのリーダーを無力化する。まあ、とりあえずアイテム取ろうか。これね、敵が落としたアイテム多分電話マップに表示されん。開ける、はい、矢探し。また医療パッカー使ったら取れるんでしょ。は、え、え、何がフルなん、え、何がフルなん、あれ、俺今1個使ってさ、1個あげたんよ、1個あげたのにダメじゃん、なんなん、何がしたいんや。こっちは、え、また医療キット、医療キット1個空きがあるのに使えんって、どういうこと。脱貧2323、気持ち的にフルなのかな。パナタン、日本では万物に神が宿ってますからね。そうそう、物を大事にするのはいいこと。ホルスターじゃない、ホルスターをいいのに変えても所持品の持てる数は変わらない。ポーチは、ここ触ってもね、反応がない。タッピン2323、分解しすぎたとか。布が圧迫しとんかね。少なくとも缶詰食品が邪魔はしとるかもか。クラフト材料ある。いやでもこれ関係ない、ここの枠は多分関係ないわ。いいや、俺ぐらいのレベルになったらもう救急パックとかいらんからね。ここのアイテムなんだろう、また救急パックかよ。どんだけ救急パックあんだよこれ。どんどん進むよ。ダメージの能力がたった3しか変わらんのに100ぐらいダメージ変わってなかった。さっき140とかだったもんね。タッピン2323、神だから救急パックは1つで十分ですね。イエス、これめっちゃ強いもんね。なんかこれフラバン食らったん、グレー牽制。たまにクリティカルが入るんか、爆発するんだけど。こんな状態ってないや。はい、鏡からの、こいつ硬い、こいつ硬い、めっちゃいいな、こいつ硬い、やばい、囲まれる。こっちは弱いで、ここ前だし、ここから前だしからの、背中弱かったみたいだね。オッケー、アイテムあるかい。
この緑のアイテムはね、レアアイテムっぽい。コレクションズマスク。脱品2323。色違うの強いので注意ですよ。そうだね。さっきのは帽子か？違う。スカーフじゃない。ジャケット。パーカージャケット。ジャケット？あんまり変わらんじゃんって話よ。ズボンではない。シャツ？シンプルトレニティフィーディー。これ行ってみようか。靴？でもない。脱品2323。マスクって書いてました。こっちかい。いや、緑だったからさ。できるクソかなと思ってさ。で、こっちのいらないやつはもう配布。そこ、分解よ。あれ、ちょっと待って。分解よ。OK。じゃあ、ボスも倒したことだし、次回の動画に続く。